皆さんこんにちは、アクアテイクイの上野です。今日は第4回アクワクスタンプラリー参加店舗のアクアフィールドさんに遊びに来ています。浅草駅から徒歩7分程度、外観からしておしゃれな店構えですね。では入っていきましょう。外にブロンズパファーですかね。可愛いですよね。こうなんていうか目を引くお店の外のこの感じ。流木なんかもありますね。コルク、植物も結構いっぱい置いてますからね、アクアフィールドさん。お邪魔します。店内入ってすぐにある立派なアクアテラリウム、この水の滴りが気持ちいいですね。店内入って左側は金魚、メダカ、ビオトープ用の注水植物なんかもいろいろとありますね。逆に右側は水草、まあ、レイアウトでも使いやすいような束売りやポットの水草がたくさん揃っています。この辺は注水植物だったり陸上植物でしょうか。草に、やっぱり苔の仲間とか岩ヒバとかいろいろありますね。こちらにも植物。お、大きいですね。大きいですね。毎度毎度語彙力がなくて申し訳ないのですが、こうおしゃれな店構えです。機材もまあうちの店テイクイと一緒で全てがあるというわけではないと思いますが、かゆいところに手が届くような良いセレクトをされています。どうしても郊外の大型店舗とかと違って、我々のようなテイクイーとかアクアフィールドさんですとか、売り場面積限られるので、それぞれのお店の個性が出て、それぞれのお店のおすすめが並ぶので、そういったところを楽しんでいただいてもいいと思います。アクアフスタンプラリー8店舗ありますからね。と店内奥に進むとネクタイ魚コーナー、総合的にいろいろな種類がいます。定番種から、今ごめんなさい、私ちょうど入荷の日にお邪魔しちゃって水合わせ中です。お邪魔してます。くるっと振り返るとまたまた機材、この置き型のスポンジフィルター結構使いやすくていいですよね。私も結構好きです。しっかりした重りがついてて、スポンジフィルターっていうとエルボがついてて水流強いのが多いと思うんですけど、これストレートに上にだけ出るタイプ、意外と売ってなかったりするんですよね。これ便利です。お魚でしたね。お魚、ちょっと営業時間中にお邪魔しているので全部はご紹介はできないのですが、店員さんのおすすめのお魚、上野くんこれは紹介しといてよっていうのがいるので紹介したいと思います。名物店員前田さんの、後でちょっと手が空いてたら話してもらいましょうか。おすすめ、これはですね、四つ目魚です。でっかいですよ。これ動画だと分かりにくいかもしれないですけど、あんまり見ないですよね。これ何センチぐらいあるんでしょう。20センチ近くありますね。寄ってきますね。人慣れしてます。なかなか見かけないお魚じゃないでしょうか。私も図鑑とかでは昔から知ってるんですけど、こうやって実物見るのは昔1回ぐらい見ましたけど、2回目ぐらいだと思います。あと店内で繁殖もしていて子供もいます。映るでしょうか。
頑張れ私の iPhone8 だ。ヒーターの大きさと比べていただきますと結構まだちっちゃいのがわかるかと。ちっちゃいって言っても8、9センチはあるでしょうか。まあしっかりでも四つ目用の形してますね。大事に育てられています。こういうそこのお店にしかいないお魚ですとか、そういうのってやっぱり個性が見えて楽しいですよね。いくつものお店を巡るその醍醐味だと思います。あと北米淡水カレー、これもおすすめだよってさっき教えていただいたんですけど、可愛いですよね。流通がそんなに安定はしていないので、ちょっと今持っているお店少ないと思います。いろいろと小型魚だけじゃなくって、もちろんいろいろポリプテルスなんかもいますし、まあプロトプテルス、ディスティコダス、わりかしジャンルフリーな感じがありますね。アミメウナギもいますよ。小型から中型までいろいろ揃っています。おアーチャーフィッシュ、かわいいですね。イキエさんなんかの扱いもありますので、あんまり苦手な人いますかね。コオロギとかイトメとか映しませんけど、お取り扱いがあります。あとまあ日本産の淡水魚もいますので、お好きな方はぜひ。何かあとおすすめをご紹介したいところですが、すいません、繰り返しになりますが、なんと営業時間中にお邪魔しておりまして失礼します。ちょっとまた雰囲気だけでも今回はこの動画でアクアフィールドさん知っていただけたらと思います。全然でしたよ。またもう一回外に出まして、まあ、繰り返しになりますけど、この木の看板いいですよね、おしゃれで。お、名物店員前田さん、背中を向けて電話をしていますが、お忙しそうですね。じゃあ今日は短い動画で恐縮ですが、この辺りでご紹介を終えたいと思います。アクワクスタンプラリー10月14日までです。皆様の参加お待ちしております。